交差点を通行する際は車や歩行者の動きに注意して安全運転を心がけましょう。福岡市南区の西鉄大橋駅前の交差点では今朝、警察官などが自転車を運転する人に交通ルールを守るよう呼びかけるとともに、交通違反を取り締まる街頭啓発活動が実施されました。現場ではイヤホンをつけて走行する自転車や信号無視をする自転車に対し警察官が停止を求め、口頭で指導・警告するとともに交通ルールなどが書かれたカードを手渡していました。南警察署が管轄する福岡市南区では今年交通事故が279件発生していて、このうち自転車が関連した事故の割合は 26.9% に上っています。まずこの自転車が車両なんだという認識をしっかり持っていただきたいなと思っています。自転車が関連する事故は交差点などでの出会い頭で発生するケースが最も多いということです。